か。下巻、今から千秋楽です。終わっちゃう。早かったですね。早かった。嘘じゃないことは。でもいつも通り全力で頑張ります。見えた。聞くぞ。聞くぞ。僕は下巻。はい、千秋楽です。はい。下巻千秋楽。下巻千秋楽。もうなんかそんな感じしないけど、いつも通り頑張ります。かに見えた。しかし、その時運命的にはもう死んでしまうはずだったなら、この限界の光に強烈な虫すがしに熱き血が湧き立った。農農親の神中一郎はここに奇跡的に蘇生し、オーマイゴッド。それからの俺はただ目の前に起きている悪夢に釘付けになるだけの操り人形だ。虫すがし、全てを失い狂気に支配された一人の淑女、以後俺はその名で呼び続けることになる。下巻千秋楽おめでとうございます。おめでとうございます。明日ライブ感もありますので、ぜひ見にいらっしゃってください。よろしくお願いします。